しまった、すっかり忘れてた。この期間限定のやつ、今日までなんだよな。今、メンテナンス前の1時間前なんだけど、これやっちゃわないとな。でもその前にこの妖怪2周年記念チケットガチャやりたいと思います。闇妖怪、覚醒妖怪の中から1体確定らしいです。持ってないのが闇妖怪のお粗末と十四末。排出率は覚醒妖怪が 16.26%、 闇妖怪が 0.4%。 まあやんないよりはいいよね。さあ1回きりのチャンスやってみましょう。一体だけ排出だからな。さーて何が出るかな。ピンク、ピンクはどっちも持ってるということは、覚醒妖怪のバケダヌキ、トドマツ。さあ、今度はこっち。期間限定の星4確定ガチャ。優勝ダイヤ500は持ってないから、この1回限定の無償ダイヤ600。10体排出される。これやってみよう。持ってないのが、ホワイトデープリンスのお粗末と、馬付きの騎士一末、で、海賊のトド末に、覚醒動物パジャマのトド末、それから、超潜在獣始末と、ドラゴンライダーの弟組、で、闇妖怪お粗末獣始末、独り立ち2期のカラマツとトドマツで、バンドロックスクールのトドマツ以外と、楽しいお仕事おそ松とチョロマツで、ミュージカル黒歴史1全員と、死神の弟組で、プリンセスゴスロリ全員と、結構持ってないの多いんだよな。さあ排出率は七福神、魔法、チャイナ福、バンド私服、プリンスのホワイトデー、悪魔ライダー、覚醒妖怪、馬付きの騎士や、勝つか村、レインコート、海賊、覚醒魔法少女、アイドル、カラーギャングが 0.73%。で、そのうちの七福神魔法のトトコちゃんが 0.5% と。で、それから、覚醒動物パジャマ、プリンセス、紅茶、北欧神話、天使キラー、お仕事通、人狼、電気ミステリー、冬が 0.74%。で、超潜在、ヴァンパイアクリスマス、和風スチームパンクが 0.04%。ドラゴンライダー、闇妖怪、独り立ち2期、バンドロックスクール、楽しいお仕事、ミュージカル黒歴史1、死神、プリンセスゴスロリが 0.03%。とりあえず持ってないの来てほしい。もうそれだけでいいや。でもなぁ、あとが 0.03 とかそんな低いんだもんな。まあ実際やってみよう、600ダイヤ。一回限定、星4確定ガチャ、せーの。まあ、星4確定だから演出も確定。だわな。さあ、何が出るんだ？ああ、一末が多めだな。一末4体いるし。から松が来てないな。いや、まず、おそ松。覚醒動物パジャマ。で、一松一体目。海賊。で、一松二体目。魔法。一松三体目。電気ミステリー冬。魔法の一松最大限界突破いったな。十四松一体目。海賊。チョロ松一体目。覚醒魔法少女。ちょっと待って。で、トド松が、バンド私服。十四松二体目。人狼、あれあれ、チョロマツ2体目、天使キラー、ラスト1マツ4体目。おー、バンドロックスクール。1体だけか、新しいの。バンドロックスクール。同じシリーズキャンの能力をアップさせる。HP がかなり高く、攻撃力がそこそこ高い。で、バンドロックスクールの同じシリーズキャンの攻撃力がそこそこアップすると。600やって1体か。おそ松さんのへそくり王子ミートの攻防。はい、どうも、おはにちばんは、たかまるかまるです。さあ、メンテナンスが終わって、あのシリーズの新バージョンが出たよ。それがこれ、
魔法少女かっこパンツァーだってすげえな。結構ごついの乗ってんだね特徴がそこそこ離れた敵にも攻撃が届く。敵陣地に対する攻撃力が超絶高いが移動速度が少し遅い。 HP と攻撃力がかなり高い。お、なんか久しぶりだな、星4でデメリット能力があるの。なんかプラモデルみたいな感じなんだけど。ステップアップガチャか、優勝ダイヤだよな。あと今星4ストーリーイベント、魔法少女パンツァー編ってのがあるんだけど、これもクリアすると10連ガチャが引ける星4ストーリーガチャチケ10枚をゲット。なるほどね。まあそれも含めての更新内容はこんな感じ。魔法少女パンツァーが配布されるステップアップガチャ、優勝ダイヤだよな。で、あと今お芝居大作戦があるんだけど、魔法少女おそ松ちゃん対お芝居大作戦突撃可能キャラが1体確定のワンチャンガチャ。対象シリーズが悪魔サーファー、悪魔ライダー、覚醒魔法少女と。どうしようかな。優勝ダイヤか。ワンチャンガチャだからまあ少なめだろうけど、ちょっと考えようかな。あと人狼が配布される星4超絶確率アップガチャも開催されていると。で、あと、クリスマスイブイブイブ特別ログインボーナスだって。期間中に最大7回ガチャチケクリスマスが受け取れる特別ログインボーナス。なるほど。で、これがさっき言ったお芝居大作戦、魔法少女おそ松ちゃん対お芝居大作戦。使用可能なのが、今回初登場の魔法少女パンツァーと、悪魔サーファー、覚醒魔法少女、悪魔ライダー、それと、赤塚ロボット工業、新品ロボ、QZ210。で、六つ子のセミ。で、あと今、蕎麦屋のシリーズが登場する復刻イベントも開催されていると。あと、メゾンドニートクチュール。これ何だったっけ？ニートクチュール。ファッション業界だったかな？で、ダイヤ購入キャンペーンで、1200個パックを買うと、ウルチケが1枚もらえると。で、今回のウルチケが、そのスカートで着る対象シリーズはこんな感じ。新登場は、死神と、チョロ松のモノマネ、トド松のバナナと。なるほどね。で、あと、レアおでん交換所に、ファッション業界の敵シリーズが追加されると。なるほどね。ちなみにさっきね、星4ストーリーイベント全部やったから、今回は、そのガチャチケをやってみようかな。魔法少女パンツァー超絶確率アップのチケットガチャ。対象となるのは、対象というか排出されるのが、まあこんな感じと、星3も出ると。持ってないのが、まあとりあえず今回初登場の魔法少女パンツァー。排出率は、まあ、こんな感じかな。悪魔ライダー、天使キラー、魔法、覚醒魔法少女が 0.74%。で、魔法少女パンツァーが 0.4%。で、ヤシナイダーが 0.02%。なあ、せっかくだからね、新登場の魔法少女パンツァー来てほしいよね。でも誰がいいかな。HP が高くて、敵陣地に対する攻撃も高い。でも足が遅い。どうだろう。とりあえず持ってないのが来てくれるといいな。じゃあ、早速回しましょう。10連。よいしょ。さあ、来るかな？激アツ演出は来ないか。うわー、おそ松少ないね。で、チョロ松、十四松は一体も来てないと。星四二体か。これはちょっと厳しいな。から松、魔法。なるほど。で、ラスト一松は、
魔法。くー、全然来ないね。市松バンドロックスクール。ロックスクールのティーチャーとして教壇に立つ市子と市松。真面目に授業を受けない生徒には楽器ケースに仕込んだピックマシンガンが炸裂する。おー、なるほど。では歩いて、あー、ロックの歴史ね。でそこから攻撃がピックマシンガン、でも地味に痛そうだよね。ちょっと尖ってるからね。で攻撃ってかボイスが、あー、なるほど、レアボイスは攻撃か。はいはい。で攻撃。貴様が！貴様が！わあ、これ初めて聞くボイスだな。今までになんかどっかのシリーズでも使われてたんかな。あ、ちょっと！あとはよろしく。みんな頑張ればいいと思うよ。ああ、勝ててよかったね。どうせ俺らは負け犬ですから。ああ、なるほどね。まあ、今回、残念ながら、魔法少女パンツァー来なかったけど、どうなのかな。まあ、とりあえず今回はちょっと短いけど、この辺で終わりにさせていただきます。次回、お縛り大作戦、マジヤバ編、挑みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。